皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、絶対に再放送できない昭和アニメを紹介していくわよ。む、前にもやってたな。またヤバい内容の昭和アニメを紹介ってことか。さすが、今とは違って規制が緩かった時代よね。よくこんなものを放送できたな、ってのがたくさんあるわけよ。逆を言えば、今の規制だらけの時代を、悲しく感じてしまったりもするわけだな。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。ゲゲゲの鬼太郎。トップバッターは、妖怪アニメの代表格、ゲゲゲの鬼太郎よ。1968年から何回もアニメ化されているけど、今回紹介するのは、1985年公開の劇場版ね。この時代の鬼太郎はさすがに知らないぜ。ファミコンのゲームがあったのは知ってるが。あんたの世代がいつなのか、よくわからなくなってきたわ。同時期放送のアニメ第3シリーズでは、現代社会に生きる妖怪と人の共存がテーマになってるの。妖怪たちもそれまでの人々に悪さをする存在ではなく、近代化の影響で住みかを追われたり、悪人やネズミ男に利用されて悪事に加担してしまう、被害者的な描写が増えたのよ。完全凶悪な展開が少なくなったんだな。本作は鬼太郎としては初の新規制作劇場版で、東映漫画祭りの一環で公開されたの。物語は、ネズミ男が南方から来たとある妖怪に声をかけられるところから始まるわ。鬼太郎を亡き者にすれば、人間を支配下に置いて、妖怪本来の暮らしができると誘いをかけ、それに乗ったネズミ男は、ヒロインの夢子を人質にして鬼太郎をおびき寄せる。そして鬼太郎たちと、南方妖怪たちによる戦いが繰り広げられる、という内容ね。さすが、展開がわかりやすいぜ。しかし、それのどこが今では再放送できない内容になってるんだ？内容は特に問題ないわ。問題なのは、そのネズミ男に声をかけてきた、南方妖怪の名前なのよ。名前？なんとその名前というのが、ちっぽなのよ。あかーん。ちっぽは南方妖怪側のボスキャラにあたる妖怪で、色黒な半裸の男性のような見た目をしているわ。そしてちっぽが使う技もまたひどいもので、空を飛ぶ技として使うのが、三連ちっぽ噴射というのよ。ひどいにも程がある。その名の通り、三つに増えたちっぽから、ロケットエンジンのように火が吹き出し、それで空を飛ぶという技なのよ。小学生でも考えない技だぜ。そしてこのちっぽ、なんと1996年公開の映画、ゲゲゲの鬼太郎大怪獣にも登場していて、そちらではちっぽからマシンガンのように、火炎を打ち出すという技を披露しているの。平成になってもひどいのは変わらないぜ。さらに、なんと2018年から放送されていた、テレビ第6シリーズにも登場していたのよ。2010年代に出せるのかよ、こんな名前が。さすがに、この時は名前を最後まで言わせてもらえなかったけどね。当然なんだよな。しかし、そんな名前の妖怪が本当にいるのかよ。さすがに元になった伝承なんかは存在してないわ。原作者である水木先生のオリジナル妖怪で、あまり近づきたくない妖怪とされてるわね。さすが水木先生、クレイジーだぜ。サザエさん。続いては、半世紀以上も続く国民的アニメの筆頭、サザエさんを紹介するわ。磯野家、フグ竹が織りなす面白おかしい日常を描くアニメとなっているわね。放送年数50年を超える長寿番組として、ギネス世界記録にも認定されている作品よ。おいおい、今もバッチリ放送されてるじゃないか。再放送できないってのはどういうことなんだ？サザエさんといえば、日曜の夜に視聴者を楽しませるファミリーアニメとされてるけど、1969年の放送開始当初は、トムとジェリーのようなドタバタギャグとして作られていたのよ。そうだったのか。今はホームドラマ感のある、平穏かつ日常的なコメディーとして描かれてるよな。キャラデザインも原作に近いものになっていて、今とはかなり趣の異なる作品だったわ。そのドタバタギャグ的な内容が、今ではとても放送することができない過激なものだったのよ。サザエさんでそんな内容だったなんて、想像もできないんだぜ。具体的にはどんな感じだったんだ？いくつかざっと紹介させてもらうと、凶悪な顔でバットを振り回すサザエさんだったり、波平宛てのラブレターを見つけて激怒し、大きなハサミで波平に襲いかかる船さん、全身真っ赤になるほどに泥酔したマスオさんや、いたずらをした罰として、庭の木に吊るされて放置されるワカメちゃん、これはあかんやつ。さらには放送禁止用語も普通に使われていたり、暴力シーンによる流血沙汰も多くて、今ではとても放送できない、ファミリー向けアニメとは程遠い内容になっていたのよ。確かに、こんなのをゴールデンタイムに放送していたら、クレーム殺到間違いなしだぜ。実際のところ、絵柄こそ原作に近いデザインにされてはいたけど、そんなドタバタでバイオレンスな内容は、やっぱり原作からかけ離れたものとして、当時も多くの苦情が寄せられていたらしいわ。やっぱりそうだったのか？
それを受けて、1975年頃にキャラデザインや作風を徐々に変更していって、現在のホームドラマ路線に転換していったのよ。だから、初期のサザエさんは今とは完全に別作品といった扱いになってるわね。それだけ違うとなると、逆に見てみたくなってくるから不思議だぜ。残念ながら、視聴は非常に困難となっているわ。あれ、そうなのか？実はサザエさんって、現在まで一度も映像ソフト化がされていないのよ。一部の配信サービスでのみ、有料で視聴することが可能となってるわ。ファミリー向けアニメなのに、意外とレアだったんだな。名犬らしい。続いては、世界名作劇場の第22作品目のアニメ、名犬らしいを紹介するわ。1996年放送だから、厳密には平成アニメだけど、原作となっている小説が昭和期に書かれてるから、ちょっと強引に昭和アニメとして紹介するわね。強引にも程があるだろ。本作は、イギリスのヨークシャー州の小さな村に住む、9歳の少年ジョンが、村の外れで1匹の子犬を拾うところから始まるわ。その子犬にラッシーと名前を付けたジョンは、親友のようにラッシーと絆を深めていくの。ところが、ジョンの父が事務長を務める鉱山が、閉山の危機に陥ってしまい、ジョンの父は、鉱山のオーナーであるラドリングに、閉山を待ってもらうよう交渉するわ。交渉は成功し、なんとか閉山は免れたのだけど、ラドリングは交換条件として、ラッシーを自分の家で預からせてもらうと言い出したわ。飼い犬を交換条件にするだと？実はラドリングは、スコットランドで有名な犬コレクターだったのよ。そうして、離れ離れになってしまったジョンとラッシーだけど、ラッシーはコリー犬としての本能と、ジョンへの強い思いから、ラドリングのところを抜け出し、640km も離れた村へ、何日もかけて旅をするという物語よ。めちゃくちゃ泣ける話じゃないか。日本で名犬といえばハチ公を思い出す人が多いでしょうけど、世界的には、このラッシーが名犬として有名なのよ。1943年の映画を皮切りに、いくつもの作品が作られているの。へえ、名前は聞いたことがあったが、そこまで有名だったんだな。しかし、これが今では見られない作品ってのは、どういうことなんだ？実は本作は、世界名作劇場の中では唯一、打ち切りとなってしまった作品なの。そうなのか？元より世界名作劇場は、野球をはじめとしたスポーツ中継などで放送延期になることが多く、視聴率という点でも、90年代中頃にはかなり低迷していたのよ。そういう理由から、本来4クール放送の予定が、2クールで打ち切りとなってしまったの。その影響で、前半はジョンとラッシーが絆を深めていくアニメオリジナルストーリーで、後半に、ラッシーの長い旅路を描くという物語にする予定だったのに、肝心の旅の描写が、わずか2話で終わってしまうという急展開になってしまったのよ。話の本筋部分が薄い。しかも、最終話である26話は、野球中継によって放送中止となり、最終回なのに放送されなかったという、不遇の作品となってしまったわ。それはひどい話だな。一応、物語としては25話で完結していて、26話は本筋と関係のない後日談だったから、仮に放送されなくても問題ないという扱いだったそうなの。だとしても、楽しみにしていた視聴者にとっては悲しい話になってしまったじゃないか。幸い、後の映像ソフト版などでは、しっかりこの26話まで収録されているから、視聴困難ってことはないわね。テレビとしては見る機会がないかもしれないが、映像ソフトがあるならまだ救われてるのかもな。余談だけど、ラッシーという名前は女性的な名前になっていて、原作のラッシーもメスとして描かれているの。なんか勝手にオスっぽいイメージだったが、メスだと思って見てみると、種族を超えた恋愛ドラマにも見えてくるぜ。そう思うと、またちょっと違って見えてくるわね。機動戦士ガンダム。お次はガンダムシリーズの元祖、機動戦士ガンダムを紹介するわ。おお、いわゆるファーストガンダムだな。説明するまでもないとは思うけど、念のためざっくりと解説させてもらうと、1979年に放送された初代ガンダムは、宇宙世紀 0079 という未来世界が舞台で、地球連邦政府と、そこからの独立を目論むジオン公国との大きな戦争を描いた物語よ。人型兵器であるモビルスーツを開発したジオンは、戦力で圧倒的に勝る連邦軍に対して、連戦連勝を重ねていたわ。大人になるとザクのかっこよさに気づくんだよな。連邦軍が、起死回生のために開発したモビルスーツこそがガンダムで、主人公のアムロレイは、様々な偶然が重なってガンダムと出会い、戦いに巻き込まれてしまうの。正規の軍人がほとんど戦、してしまった中、アムロたち少年少女が戦争を切り抜けていく、という物語ね。主人公が偶然からロボットに乗り込み戦うという、ロボットアニメの王道を描きつつも、戦争というリアルな描写も交えたハードな作風というのが、当時としては画期的だったよな。そうね、でもその大人向けのハードな作風ということがあだになってしまって、今では放送できないような表現が多々見られる作品でもあるのよ。
そんなのがあったのか？あげればキリがないから代表的なものだけ紹介させてもらうけど、例えば第19話、ジオンの歴戦の猛者である、ランバラルと出会ったアムロが、僕、乞食じゃありませんというセリフを言うシーンがあるわ。ラル対、めちゃくちゃかっこいいんだよな。でも確かに、今時そのセリフはいろいろとアウトな気がするな。再放送の際にはこの部分がカットされていたり、別なセリフに差し替えられていたりするわ。他にも有名なものでは、第39話でヒロインの一人であるセイラさんが言ったセリフ、兄は鬼子ですというものがあるわ。鬼子って、両親に似ていないことかそういう意味で。昔は捨て子にする風習があったとか、確か聞いたことあるぜ。そう、それもおそらく今ではアウトな表現だとされているわ。まあ、兄があのシャージャ、そんなことも言いたくなるのはわからなくもないが。他にも、作中登場人物の中に石眼のキャラがいたり、肌の黒いキャラがいて、それらが放送コードに引っかかるから、という話もあるわね。人種問題は昔から難しいよな。というわけで、今では修正なしではちょっと見られない作品になってしまったわけね。今も続くガンダムシリーズの礎となった、まがうことなき名作だからな。全く見られないということはないにしても、テレビで放送しにくくなったのは残念だぜ。巨人の星。続いては野球漫画の金字塔的な作品、巨人の星を紹介するわ。1968年から1979年にかけて、3度もアニメ化されている人気作ね。今の人でも名前くらいは聞いたことあるだろうな。あらすじとしては、主人公の星飛雄馬が、巨人の元選手だった父一徹により、あまりに厳しい野球の英才教育を施され、プロ野球選手となって数々のライバルと出会い、大リーグボールという、必殺魔球を武器に戦っていく。というものになっているわ。スポコン漫画といえば真っ先に名前が上がるぜ。しかし、本作が今では放送できない理由。これは簡単に予想できるな。そうね、作品をよく知らない人でも、なんとなく聞いたことはあると思うけど、一徹によるヒューマへのスパルタ教育が、あまりにも厳しすぎるという点よね。体罰とかそういうレベルじゃない、しごきのオンパレードだった記憶があるぜ。今じゃ体罰的なことをすると、真っ先にニュースになって問題視されちゃうものね。具体的に一徹が行ってきたことの一部を挙げさせてもらうと、ヒューマへの暴力行為は数知れず、大リーグボール養成ギプスのような、ヤバい機器を用いた危険な特訓の数々、それらがあるわね。あのギプス、実際に作ると何も効果がないって検証がされたりしてたよな。それは言っちゃダメなやつ。さらに、本作にはさっきのガンダムと同様に、今では放送できない言葉も使われていて、例えば第10話のサブタイトル、日本一の日雇い妊婦というものも、後の DVD 版では、日本一の父一徹と解題されていたりするわ。日雇い妊婦って言葉が差別用語になってるからか。これをセリフとして言ってるシーンでは、声を消す編集がされていたりして、不自然に無音になるシーンがあったりするのよ。他にも、ヒューマのセリフには、父ちゃんは野球機。害だなんてのもあって、こちらも無音処理されたみたいね。確かにそれもヤバいセリフだな。ちなみに第一作のラストは、ギリギリで変更されたという話を知ってるかしら？お、そうなのか？放送された最終回では、一徹が敵球団の監督となり、世紀の親子対決をヒューマが制するのだけど、全身を酷使したせいで倒れた彼を、一徹が背負ってグラウンドを拍手の中で後にする、という感動的なものになっていたわ。険悪だった親子が和解するという意味でも、感動的なラストだと思うぜ。ところがもともと想定されていた最終回は、肉体の限界を超えてしまったヒューマが、完全試合を達成した直後に倒れ、そのまま亡くなってしまう、というものだったの。最後はヒューマの墓前で一徹が泣くというラストになる予定だったのよ。なんだって？主人公が、こうして終わるなんて、バッドエンドにも程があるじゃないか。当時は絵コンテの制作作業も開始されていたそうだけど、読売テレビのある人物が、そんな悲劇的な最後は絶対に許さない、と激怒して反対したそうなの。結果、最終回を一から作り直して、今の形にしたそうよ。そんな裏話があったとはな。そのまま放送されていたら、後の続編である、新巨人の星は作られなかったでしょうね。当時のスタッフは大変だったろうが、結果として最終回を変更したのはナイス判断だったぜ。オフィスレディアキナちゃん。次に紹介するのは、1984年に発売された OVA、オフィスレディアキナちゃんという作品よ。昭和末期の OVA 作品ということは、なんとなく内容はお察しだな。さすが年齢不詳のマリサ、察しがいいわ。本作はいわゆるなアニメになってるわね。80年代中期は、バブル経済の影響もあって、クリームレモンのようなな OVA 作品が、やたらと大成功した時期だったのよ。本作はそれに乗っかる形で発売された、レッツというメーカーが作った OVA なのよ。そもそもそんなな OVA なら、今の時代に放送できないのは当然じゃないのか？
仮に絵、な要素がなかったとしても、本作は完全アウトな作品になってるのよ。そして OVA だったとしてもね、どんだけヤバい内容なんだ？あらすじとしては、中川明菜という OL と、彼女に一目惚れした権田原正彦による、ここではちょっと話せないようなおせっせシーンの数々を見せつける作品ね。さすが絵、な OVA だな。ストーリーもヘッタクレもないぜ。ところで、なんか登場人物の名前が聞いたことのあるような感じなんだが？そう、実は本作のヤバいポイントはそこで、登場人物がすべて、実在の芸能人をモデルとしてデザインされているという点なのよ。それで、な内容をやってるってのか？ちなみに他にも野々村義雄、薬丸ひろ子、そして竹やぶ哲也といったキャラがいるわ。それぞれが誰をモデルにしてるか、一発でわかってしまうな。なるほど、確かにこれは OVA だとしても、な内容じゃなかったとしてもダメだぜ。しかも、アニメとしてのクオリティは低いにも程があって、動きはカクカクしてるし、背景も手抜きで、画用紙にあたりを書いただけだったりするわ。それがわずか30分足らずの内容にもかかわらず、なんと販売価格は1万2000円だったそうよ。ぼったくりじゃないか。まあ、あっという間にワゴンセールにされて、ワンコインで買えるくらいになったそうだけどね。そこまでひどいと逆に見たくなってくる不思議。ちなみに本作は2作目にあたる作品で、前作では松川聖子というヒロインが登場するわ。よくこんな作品をシリーズで出そうと思ったもんだぜ。バブル期の悪い部分を見た気分だぜ。魔女っ子めぐちゃん。今回最後に紹介するのは、東映魔女っ子シリーズの第7作目である、魔女っ子めぐちゃんよ。東映魔女っ子シリーズ？1966年から1981年まで15年間展開されていた魔法少女アニメシリーズのことで、あの魔法使いサリーや秘密のアッコちゃんも含まれているわ。なるほど、そういう系統のアニメか。本作のストーリーは、魔界の次期女王候補であるメグとノンの二人が、その修行のためとして、人間界へとやってきて、それぞれ神崎家と王家の娘として暮らすところから始まるわ。そのあたりは、魔法少女系のアニメではよくある話だな。そうね、そして本作では、当時としては新しい試みがいくつかされていて、まず主人公のメグが、非常におてんばかつおっちょこちょいな性格にされているの。それまで、魔法少女といえば優等生というのが定番だったから、これは画期的だったわ。今じゃむしろ、女の子の主人公は活発っていうのが普通になってるもんな。そしてノンという、本格的なライバルキャラクターの登場も、本作が初だったわ。アクティブなメグと、クールなノンという対比が、物語を彩ったわね。さらに、シリーズで初めて、主人公たちが14、15歳の中学生という年齢に設定されたの。それまでの主人公たちはみんな、10歳ほどの年齢設定だったから、それと比較して少し大人っぽく、健康的なお色気を意識してデザインされたのよ。これらの点が大成功し、本作は女性だけでなく男性人気も集めたわ。そんな人気作だが、今じゃ放送できないってのは、そのお色気に原因があるのかな？ご名答よ。男性視聴者もターゲット層に入れたこともあり、本作はパン、らをはじめとした、数多くのサービスショットが見られるわ。中でも、メグの監視役である長さんが、あの手この手を使って、メグの裸を見ようと画策する、なんて展開もあったのよ。相手は中学生だぞ、犯罪じゃないか。それくらい、当時は規制が緩かったってことよ。オープニング曲の歌詞もそうだったけど、少年視聴者をドキッとさせる言動、演出が多く、当時の男の子たちは、本作で性癖を歪ませられたと言っても過言ではないかもね。今見てもキャラ絵が結構可愛いし、それはちょっと納得してしまうぜ。というわけで、絶対に再放送できない昭和アニメの紹介は以上よ。どうだったマリサ？一部平成アニメも混じってしまったが、まあ、それは目をつむることにするぜ。しかし毎回、これ系の紹介を見ると思うんだが、昔は本当に規制が緩かったんだと思うぜ。そうね、それがいいか悪いかは、また別問題にするとしても、昭和期の子供たちが羨ましく感じてしまうわね。あれ、お前って昭和生まれじゃなかったっけ？それはあんたでしょ。動画を見てくれたみんなも、他の昭和アニメについてコメントしてくれると嬉しいわ。その時はぜひ、チャンネル登録と、高評価ボタンもよろしく頼むぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。